そしてこの鶏シューマイ別名ミイラシューマイね、シューマイの皮がこのようにね千切りになってまぶされているという、ね、やばいメニューでございますね。米沢泉のフィルファイン TV 2022年度大人の休日クラブパスサードシーズン2回目の利用、2日目の前半編、鳴子温泉扇屋さん4階屋上貸切露天風呂山の風呂からおはようございます。入りましょう。もう足が冷たくてしょうがないです。気温マイナス5度ですか。風がないので割と楽です。はい、ここから入れるんだね。どうなんですか。入ります。すいません、家計省略、さっきちゃんと洗ったからね。さっき洗ったってどこに出てきたね。よいしょ。おー、この硫黄臭と焦げ硫黄臭バッチリですね。そして朝来てみたら白濁が取れてますね。湯の日にでございます。とはいえよーく見るとね、積出した硫黄が確かにこうね浮いてますので、なるほどという感じです。湯気、はい、で曇っております。ただいま気温マイナス5度、硫黄は41度ですね。これね、大適温です。ただやっぱりさすがに、外に触れていた、もうあっという間に冷えましたね。脱ぎ始めた時は寒くないじゃんと思ったけどあっという間に冷えました。まあそれはいいとして、ああもう本当に今回が一番香り強いんじゃないですかね。3年間で名刀でございます。昨晩は、23時過ぎにはもう寝落ちしましたかね。で、6時に起きてますとね、7時間過ぎちょっと寝不足なんで、今日、後半への途中で寝る昼寝しちゃいそうな気がしますね、はい。でまあこちら山の風呂ということでね、ちょっと今日空曇ってますけど、曇ってないか、まだ日がまだ昇りたてたからかね。このようにで、ここからはまあ山が見えるというね、山っていうかまあ、ね、地山工事ね、した後になってますけど、ね、乗り場になってますけど、そんな感じですね。はい、湯花キャッチャーにいっぱい溜まってるよ硫黄が。じっくり浸かりましょう。晴れてましたね。はい、扇屋さんの朝ごはんですね。毎回楽しみでございます。これね、確認しないと入りきらないってやつですね。はい、普通の価格にしまして、トマトジュース、ブルーベリーソースのヨーグルト、温泉卵、これはキンダーですかね、シソ巻き、多分わさび漬け、昆布、そしてね高級な焼き海苔、たくあんとらっきょうときゅうりの古漬け、これみょうがですかね、みょうがとかこれもおなごですかね、ハムサラダ、そして湯豆腐、切り干し大根、そしてご飯と味噌汁が来るようでございます。はい、なめこのお味噌汁が来まして、ご飯はおひつ、このぐらい、この軽く2000分ぐらいですね、おひつに入ってました。ということで早速トマトジュースから一気にしてからいただきましょう。無縁でしたよ。
朝食後はお隣のね、この応接間の方で、コーヒーをいただけるというこの贅沢なね空間で鶴でございますね。白鳥か、失礼、これですね、コーヒーです。やっぱこういうこの空間の余裕っていうのがね、やっぱワンランクってことなんだよね、ほんとね。はい、いただきましょう、くつろぎましょう。今回のというか今年のですかね、毎年1月に来ているので、はい、これは大部屋さんの締め湯、宇宙里の風呂ですか、ここは、ということでやりたいと思います。このテカテカのコテコテの、テカテカじゃないね、コテコテのっていうのも石質物でございます。はい、そしてリクルター線ですね、リクルター線、ちょっと上の建屋が崩壊しておりますが、それは見通して、そしてこちらに源泉タンクです。黙々と煙が上がっています。素晴らしいですね。はい、お伝えましょう。よいしょ、はい、用紙、これ炭すりおろし感がちょっとありますね。全然違うんだよね、よく見るとね。はい、そうです、スミス、スミス、硫黄臭を出す炭すりおろしからですね、菅原といった香りがします。歯触りはトロトロ、とろみが、屋上の露天より強いんじゃないですかね、こっちの方が。浴感としてはさっぱりか、まあ硫黄臭は上よりは少ない感じなので、さっぱりね、名湯ですね。ありがたやもったいない。はい、別シリーズの動画で見覚えがあるとかいうのは厳禁です。鳴子温泉大木屋さん10時ギリギリチェックアウトしまして、料金は
全国旅行割2割引きで1万710円でした。お世話になりました。そして400メートル歩いてきまして、すっかり外装が綺麗になった旅館菅原さんです。はい、ちょっと他のお客様の対応があったので、立ち寄りをくぐりましたが、鳴子温泉旅館菅原3階貸し切り半露天風呂、左側大きい方に立ち寄り入浴させていただきます。はい、ご覧のように雪見風呂状態になっておりますね。入りましょう。表面激アツです。表面44度、中は41度弱ですね。はい、混ぜ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 、表面本当に熱い。あ、いつもの場合ですけどね、混ぜないで入った私のバカでした。イン、おー、久々のスリスリヨロシカです。あー、そしてこの洗い場洪水でございます。あ、表面、あ、混ぜないとね。はい、混ぜて41度ですね。41度ぐらいか。はい、大適温です。混ぜ続けないと41度はキープできなさそう。はい、まあ、色はわずかに水色っていや水色ですかね。そしてやっぱスーパーヌルヌル、まあ、やっぱりそうですね。このトロトロの肌触りがやばいです、やっぱりね。さすがです。豆乳量も多いのはやっぱりね、気温が低いせいでしょうか。ありがたや、もったいないや。カルシウムたっぷり析出しておりますね、噛んだ。ここはね、工事してないんですけど、菅原ブルーの大浴場はね、今絶賛工事中で、もうかなり、バントさんの YouTube の方に出てるはずですので、そちら出てなかったからね、出てたら、よかったです。出てなかったら、お詫びのトルコを出しておきます。あー、スミス漁師かな。おー、そう、これはもうピュアなスミス漁師かなんだよね。で、まあ、よく嗅ぐとわずかに硫黄が入ってるって感じで、だから、扇屋さんの内風呂と逆転してますね、顔用人とかね。はい、ということです。30分ギリギリ浸かりましょう。立ち寄りを30分に貸しています。はい、外装工事終わりましたが、中は完全絶賛工事中だった。鳴子温泉旅館菅原さん、玄関から歩いて60メートル、本日のブランチはさっきルア食べたんだけどね、ブランチじゃなくてランチですね。早めのランチはこちら、菅原分店鳴子さんです。鳴子ですよ。はい、というわけで朝飲み昼飲みです。今日は昼ですね。いろいろ出ております。ちょっとこれは怪文書っぽい。はい、営業中です。ただいまです。おかえりなさい。よいしょよいしょ。温泉です。卵です。待てば待つほど美味しくなる、それが湯上がりのお酒ですね。というわけでもうなんかオリジナルラベルができました。紫芋のね、芋焼酎菅原分店鳴子の多層割りでございます。多層ですね。はい、そして、お通しね、キムチ、それからなんだっけこれ、スルメチャンジャだっけ、チャンジャスルメ謎いただきましょう。うわー、ちょうどいいね。あ、そう、炭酸割りいいわこれ。さあ、じゃあこの謎をいただきましょう。両側は食べたことがあったよね。梅肉かな。うん、どうでした、これ。カブですか、大根ですか。タケノコです。タケノコ、これの、なるほど。
話を伺ってから食べてもまだタケノコ感が信じられません。なるほど、うまい。はい、そしていつもですね、これまたうまいんだ。酸っぱくていいんだ、ね、昨日大木屋さんで、カクテルいただきました。それよりもこっちの方が個人的には好みですね。どっちも美味しいけどね。長芋のチーズボール揚げっていう謎メニューが出てきました。めっちゃいい香りするんだけど、これうんま、うますぎる。これはヒットだ。これもですね、レギュラーメニューかぜひ希望します。はい、というわけで、これ塩釜のお酒ですかね、裏返すの金一本特別純米酒ということでね。あ、こういう感じで自分で入れるシステムで素晴らしいですね。よいしょ。はい、ということで、はい、一升瓶下げていただいて構いません。いただきましょう。あ、はい、淡麗辛口でございます。はい、まあ、最近淡麗辛口も美味しく思えてきたな。何のこっちゃ。非常に美味しいですね。すごく特別純米酒らしいすっきりしたお酒ですね。さあ、そして肝心のこの合うかどうか、これだよね。これ良かったですね、特別この辛口で、もう長芋の甘みと粘り、そしてチーズ、問題ございません。口の中で混じっても大丈夫。これはベストなチーズの量ではないでしょうか。ありがとうございます。はい、大根の唐揚げが来ましたよ。このちっちゃいサイズ投げる、ね、大根の唐揚げっていうとね、まあ、有名なところとしては九州のうどんチェーン店ウエストの大根唐揚げが有名です。あと、この前東金市の居酒屋で、千葉県の食べましたね。でもどちらもあれはおでんの大根をちょっとちっちゃめの大根もだししみたやつねに唐揚げの衣をつけて揚げたっていうやつで、まあ、どちらも非常に美味しいんですけど、こちらはこのように小さいサイズということでね、いただきましょう。あ、こっちの方が唐揚げって感じだね。こちらはそこまでしみしみに茹でられてないので、若干大根の青い味がします。でもそれが油で揚がってていい、止まらないやつよこれ。さすがですね。止まんなくなっちゃった。はい、無理やり止めます。美味しいです。皆さんぜひこれお出してくださいね。はい、ザザザンと料理が届き、さらに、こちらね、綿屋さん、冬綿2022特別純米、もうこれで終わりです。しかも綿屋さんはね、別に、宮城県産の米に酒米にこだわってるわけではなく、こちらは、メモ書きによると長野県産の深山錦ということでね、ということでちょっとまずこれをいただきましょう。あ、美味しいですね。酸味がメイン、まあ、淡麗辛口ですけど酸味がメインで甘みもちょっと感じますね。非常に美味しい酒です。これだけ食中酒じゃなくてこれだけで飲める酒です。そして、こちらね、鶏シューマイ、これは初めていただくのかな。なんかちっちゃいやつは前いただいた記憶あるんですけどね。あれはまだ開店前かな。言っちゃいけないのかな、これ。言っちゃってるけどね。はい、あとこれをサービスいただきました。里芋じゃないよ、さつまいも、さつまいも。あれですね、阪大学芋っていうの、高校芋とでも言うべきか、なんかそんな感じの味付けになっております。はい、さあ、ね、ああ、この上品なさつまいもいいですね。もう今日は朝、大木屋さんの朝ごはんで、さつまいもポテサラが出たので、さつまいも尽くしで大変上品でございます。そしてこの鶏シューマイ、別名、ミイラシューマイ。ね、シューマイの皮がこのようにね、千切りになってまぶされているという、ね、やばいメニューでございますね。やばいっていう日本語を昔使って怒られたけどね。やばいって何の価値判断も含んでないだろうですね。ちゃんと日本語使えって母に怒られましたね。
そんな過去の苦い思い出は忘れ去りたい。はい、というわけで鶏ですよ、鶏肉。あー、画面越しだと使いにくい。いただきます。うん、おいしい。あ、ちゃんとシューマイの味になってるところがすごいな、さすがです。あー、うまい。あー、うまいぞ。はい、ギャラリーの方が皆さん笑っておられますが、いえいえ、おいしい。はい、また、この文天さんのこのすごいサービスで、はい、この綿屋さんのこの純米大吟醸ね、都瓶搾り、都瓶取り雫酒、雫酒、あのポタリポタリのやつですかね、ですかね、はい、まあポタリポタリキリン山美味しいなっていうのを今思い出しましたけど、これもね、あの何度か2回ぐらい過去のいただいたことがあります。めちゃめちゃうまいんだよ本当。はい、いただきましょう。ああ、上品ですね。あの、まあ、純米大吟醸って言ってますけど、そこまで強い吟醸香ではなくて、あの本当穏やかな、あのほんのり吟醸香です。まあ、穏やかだけどくっきりはしてますね。で、やっぱり雑味がすごい少ない、本当にうまみ、薄い、うっすらとうまみの塊がこう乗っかってくる感じです。淡麗、やや淡麗、やや辛口ぐらいだけど、そのうまみがね、少しのうまみがものすごくくっきり感じられるっていう、もういい酒ですね。甘みも感じられます。うまいな本当。やっぱりね、いい酒はいい酒なりに美味しいに当たり前なんだけど、美味しいよね。まあ、たまにはね、あの今年の、1月2日に、新州酒場言霊さんでいただいたね、あの変態な酒もありましたけど、基本的にはこういうのは誰が飲んでも美味しいし、通が飲んでも美味しいって、私は別に通じゃないですけど。あ、幸せですね本当ね。ありがとうございます。はい、3杯目、日本酒の3杯目、3.5 杯目か、茨城のお酒、茨城のお酒、由比特別本醸造ですね。酒蔵があのね、去年5月火事になって、ありがとうございます。チーズボールおかわりが。はい、酒蔵が火事になってね、まあ応援ということで、売り上げを義援金として、ということなので、ね、すいませんが、協力させていただきます。逆に。結び湯っていう名前。結び湯なんですね。あ、本当だ。結び湯でした。いや、湯じゃない。結び湯、すいません。失礼しました。本当だ。書いてあった瓶にも。結び湯です。ごめんなさい。結び湯です。あ、はい。辛口ですけど、淡麗ではないね。あの、米というか、ナッツ味、ね、が、ちょっとします。面白い酒ですね。このチーズと合うんじゃないかな。これめちゃめちゃ合いそうだな。はい、ということでチーズボール。飲む。おー、合う。これは合いますね。これはベストマッチかもしれない。でかサンプル2つしか取ってないからベストかどうかなんか分からんけど合います。美味しい。菅原文天鳴子さんで閉店までいてしまいました。本当いろいろな話聞いていただいて店主さんありがとうございます。というわけでご視聴ありがとうございました。本日前半はここまでということですね。ほとんど飲食ばっかりと見てちゃんとお湯も、ね、3種類紹介してみました。というわけでこの後アメリカンの後編というか、あともう残り1本です。この日はということで続きます。チャンネル登録よろしくお願いします。ごちそうさまでした。